やっと着いた。もうすぐスリーゲートの代表とその護衛をしてる治安局の警備隊が到着するはず。どうグレース、負けを認める気になった？うん、確かにこの子は優秀だね。火力、機動力はどちらも申し分ないし、命令に対する応答も素早い。量産に耐えるポテンシャルは十分だよ。数日前に初めて会った時、この子はまだ人格化 OS を積んですらいなかった。それなのにたったの数日で私の特許技術をここまで再現するなんて。ついにあんた自身の口で負けを認める日が来たんだね、グレース。まあまあ、そう慌てないで。負けを認める前に一つ質問がしたいんだ。聞けばいいじゃないか。君にじゃないよ、この子にさ。え？ウィッチハンターアルファ、操縦席の身長制限を教えて。本機は操縦席を含むいかなる座席も非搭載。よって当該の質問は無意味。うん、じゃあ仮に身長制限を設けるとしたら。140cm 以下を推奨。座席の身長制限、そんなこと聞いてどうするつもり？ベティ、今すぐウィッチハンターアルファをシャットダウンするか、人格化 OS をアンインストールするんだ。一刻も早くこの子をフォローの外に連れ出さないと。はあ、何をバカな。どんな手を使ったのかはわからないけど、君の人格化 OS は私がプロトタイプのために構築したフレームワークをそのまま転用している。言うにこと書いて、とんだ難癖をつけるんだね。そこまでして負けを認めたくないのかい？意味不明な質問をした挙句、私の技術成果を動揺呼ばわりとは。140センチというのはね、おちびちゃん、うちの社長のプロトタイプ開発当時の身長なんだ。え？白銀重工の先代社長、おちびちゃんの父親であり私の養父でもあるホルスさんはね、プロトタイプが完成したその瞬間にマナ娘を乗せるため論理コアに直接身長制限を書き込んだのさ。護送の間やけに思考パターンがうちの子と似てるなと思っていたんだ。その時はまだ漠然とした疑惑に過ぎなかったけど、今の質問で確信に変わったよ。これは私たちのプロトタイプ、すなわち白銀重工の機械だけにデフォルトで設定されている答えなんだ。それより座席を高くするとおちびちゃんが切れるからね。そんなのはでたらめだね。ただの偶然だ。これが偶然じゃないことは君が誰より一番よく分かっているはずだよ。聞いてベティ、プロトタイプの論理コアにあるデータは診断と修復を完全には終えていない。つまり侵食されたデータがまだ残っているんだ。君がもしフレームワークをコピーしたのなら侵食されたデータも一緒ということ。私たちはもう2時間以上フォローにいる。この子はいつ暴走してもおかしくないよ。そんな ありえない。あんたのことだからどうせハッタリだ。その手には絶対乗らない。まだ観念しないんだね。ならダメ押しをしよう。ウィッチハンターアルファ、赤緑、赤緑、赤緑。また妙なこと始めて。木箱ドラム缶、木箱ドラム缶。同じことを同時に？どうしてそんなことが。私がうちの子を調整するときに使う認知命令のコードだからさ。目を覚ますんだベティ、今すぐウィッチハンターアルファを止めて。
ベティさん、あの時データを調整してた空き地で。警告、敵意のある行動を検知、自立防衛モードを起動。やっぱりデタラメだったんじゃないか。行け、ウィッチハンターアルファ、嘘つきの魔女を火炙りにするんだ。え、ベティ危ない。うわ、敵対ターゲットをロックオン、追撃を開始。プロキシ、早く後を追おう。どうして？ウィッチハンターアルファ、止まれ！暴走し始めた。後を追おう。ミスだってほんの余興。あの子は君の大事な作品なんだろ。急いで。モジュールのターゲットを変えただけ。機械の分際でよくも私に逆らってくれたね。お仕置きだ。そんな、全部かわした。ウィッチハンターアルファ、ふざけるのも大概にするんだ。私の命令を聞け、止まれって。ねえ、ボン。
爆破解体を始めよう。意地を張ってないで、ほら追いかけるよ。警告、エンジンの出力が上昇しています。もういい、全部あんたのせい。今だ、あいつの通り道に爆薬を。おとなしく寝てるんだ。まだ動いてるけど、みんな一体どうして。射撃統制システムおよび火器管制システムに破損。これより能動的攻撃モードに移行。追跡対象は破損しており、エーテル活性が上昇しています。参ったね。この程度の損傷じゃまだ制圧には至らない。くそ、くそ、どうしてこんなことに。ベティ、これからどうすればいい。まだ策はあるかい。私に聞いてるの。もちろんさ、君はあの子のメカニックだろ。あの子の機体構造は君が一番知っているはずだよ。今すぐ対策を考えよう。もう論理コアが侵食されてる。私の命令なんて聞くはずが。しっかりするんだ。今は弱音を吐いている場合じゃないよ。やっぱロボットがますます攻勢を強めてきてるよ。利用できそうなセキュリティホールはある。ハードウェアの損傷は。緊急時プロトコルは。モジュールの欠陥は。とにかく考えるんだ。走る。なんだって。走るんだ。すぐにこの場から離れる。認めるよ。確かに私はあんたの重機からフレームワークをコピーした。それを土台に疑似的な制御レイヤーを構築しただけ。だから暴走した時の対処なんて私にもさっぱりだ。だから逃げるしかない。私たちの武器じゃ太刀打ちできないし、侵食が進むのを待ってるようなもの。君の任務はどうなる。スリーゲートの代表だってもうすぐここに来るんだよ。フォローを出たらちゃんと説明するから。あんな鉄の頭でっかち放っておけば勝手に自滅していくんだ。それにどうせ後で調査協会の人間が来るし。ふざけないで。驚いた。グレースさんもこんな風に怒鳴るんだね。どうしてこれがまともな人間の反応だってば。実験兵器が1台暴走しただけ。道具が壊れたってだけじゃないか。そんなの治安局や
調査協会に任せて叱るべきだ。どうせあんたのことだから、あのロボットをほっとけないとか、人間みたいに救いたいだとか考えてるんだろうけど、あんたの独りよがりな変質に私を巻き込まないで。甘ったれたことを言うんじゃない。問題を放り出して誰かに危険をなすりつけようだなんて、そんなのはただの逃避だ。君はあの子のメカニックなんだ。あの子の問題を解決するのは他でもない君の責任なんだ。君がその責務を投げ出すことで、どれだけの人が命の危険を冒すことになるのか一度でも考えたかい。私もうどうすればいいかわからない。操作パネルを渡して。どうするつもり。コントロール権限を奪還する。権限って論理コアから。エーテルの侵食下にあるものにそんなことできるわけ。疑似的な制御レイヤーを構築しただけ。君はそう言っていたね。中央制御が機体に命令を送るサイクル、これが論理コアを直接介さず疑似レイヤーを通じて実行されているのなら、チャンスはまだある。けど成功する確率は限りなく低い。それこそ奇跡でも起こらないと。冷たい鉄の魔女。え？君ずっと私をそう呼んでいたじゃないか。あまたの奇跡を呼び起こしてこそ魔女の名にふさわしいと思わないかい。ところに光あり。まんべんなく。ベース。そう。絶好のチャンス。ね、ボ。失効。爆発け。了解。
よーい、ドン。来ますわ。えい、ほーら、痛くありませんわ。メインシステム損傷、今がチャンスだ。ベティ、操作パネルを。パネル、あ、自立優先度を下げて。疑似権限は G44、火器完成剥奪、配電を手動に変えて、動力リブート。早く論理コアが暴走してる。間に合わない。リセット用スイッチを真ん中に。え、ちょっと手動で止めるわけ。条件、武器系統を落として。か、変えた。おかえり、いい子だね。まさか治安局がこんなに早く来ちゃうなんてね。あの子の絶縁性コーティング、もう少し触ってたかったな。本当に素晴らしい手触りだったんだ。戦闘で破損してもなお。グレースさん、本当にやってのけたね。グレースさんは変態なんじゃなくて、一つの分野を深く追求しすぎてるせいで変態っぽく見えちゃうだけなんだね。失礼だな。一企業の技術担当を務め上げるっていうのはね、簡単なことじゃないんだよ。しかもこの若さで。はあ、お姉さんすっごく傷ついちゃったな。埋め合わせとしてこの可愛い子ちゃんを何日か貸し切りで遊ばせ、じゃなくて研究させてもらわないと。確かにご褒美に値するだけのことをしたわけだし。イアス、少しの間だけ犠牲になってくれるかい。ルナ、ルナ、ベティ、こら、ベティ・ブレンダ。笑いたければ笑えばいい。私が言えることなんて何もないんだ。疑似レイヤーを構築するっていう案はなかなか良かったんじゃないかな。声紋を命令に変換する機能をエミュレートしたのにはやられたよ。本物と見まがうほどだったし、実際騙されかけた。フレームワークのデータ自体が不完全だったから、実行漏れや誤作動があったし、効率もいいとは言えなかったけど、十分改善の余地はある。もし人格化 OS の研究に興味があるなら、プロトタイプのサンプルデータを提供するよ。もちろん
処分が明けて整備士免許を取り直した後にね。ほんと叶わないね。技術提携がうまくいくことを祈ってるよ、グレース・ハワード。随分と優しい魔女なんだね。プロ騎士、君は馬力という単位を知ってる？機械1台あたりの出力が馬の何頭分に相当するかを表す単位さ。今やほとんどの重機が何百何千という馬力で動く。その成果は馬にとっての救済だとは思わない？機械の出現で彼らは蓄力を提供するための労働から解放されたんだ。人間だって同じさ。重機1台で数十人という施工チームが危険なフォローに入らなくて済むし、戦闘用ロボット1台で多くの戦闘員がエーテリアスと戦わなくて済むようになる。本当はね、私には機械を愛してるなんていう資格はないんだ。どれだけ熱を入れようと結局はあの子たちに身代わりをやらせてる。フォローの中で壊れ、最後には廃棄される運命をたどらせることで、フォローの外で悲しむ人が一人でも多く減るならと、私が直接あるいは間接的にでも壊した機械の数はそこいらの同業者の数倍にもなる。そんなんだから魔女なんて呼ばれちゃうんだろうね。涙が出るほど悲しくたって、心を鬼にしてあの子たちを七に送り込まなきゃいけない。でもね、こんな魔女がもっと子供たちのために全力を注いで、その犠牲に涙を流してくれる人がこの新エリートにもっと増えたら、その時はあの子たちも少しは私を許してくれるかなって、そう思うんだ。